知恵、パトカーだよ。ランプ赤かったね。そりゃパトカーだからね。つか、俺ら何やってんすか。警察署の入り口でたむろったりして。行くなら早く中入ろうよ。押すな。なんで俺を先頭にしようとすんだよ。いつも無駄に先陣切ろうとすんだから、こういう時もさっさと行っちゃいなよ。いや、ね、いやだってよ、警察だぞ。なんか緊張すんじゃんよ。花村先輩って権力とかに弱いタイプだよね。嫌だよね、そういう男。引くよね、正直。絶対助けようぜとか短歌切ってたくせに、かっこ悪っ。だぁ、うっせな。権力が怖くて悪いのかよ。善良な一般市民は普通権力に怯えるもんなんだよ。うわ、開き直った。つうわけで、先陣はお前に任せた。行け、幹事。は？なんで俺なんすか。だって、一番警察とか慣れてそうだし。頼むよ、幹事。仇じゃないお前だけが頼りなんだ。な、どういう意味だこら。俺だって仇だ。どう見ても仇だろうがこら。おう、幹事うるさい。隅っこの方で編み物でもしてれば。なんで編み物が出てくんだよ。あ、こういう作戦どうかな。幹事くんが編んだ編みぐるみを入り口の前に投げるの。警官がそれを拾ってるうちにみんなで警察署に潜入。それいけるかも。いけねえよ。つうか潜入ってなんだよ。本格的に犯罪じゃねえか。しかも天城先輩、編みぐるみはそんなにすぐに編み終わらねえっす。なんだ、できないんだ。ね、ならやってやろうじゃねえか。辰巳幹事、編みぐるみで男見せてやんぜ。あ、もう幹事うるさい。なんでこんなとこで編み物やろうとしてんの。元はといえばお前がやれっつったんだろうが。だははーい、みんなお待たせ。クマくん、いないと思ったらどこ行ってたの。よくぞ聞いてくれました、ちえちゃん。クマね、とってもお腹空いてたの。そしたら目の前にコロッケ屋さんがあるじゃありませんか。うん、惣菜大学か。でもクマお金ナッシングだから、ただ黙ってじーっとコロッケを見つめてたんだ。そしたらビューティフォーなマダムが一個買ってあげるよって言ってくれて。買ってもらったの。へえ、やっぱり持つべきものはプリティなフェイスだよね。うぜえ、限りなくうぜえ。誰かこのクマ逮捕してくんないっすかね。無理だ、ウザサは今の日本じゃ罪にならねえ。そら残念っす。というかみんな何やってるクマ。先生がどこに連れてかれたか聞くために乗り込むんじゃないの。そう思ったんだけど、花村先輩がヘタレすぎて。ヘタレじゃねえ、ちょっと物おじしてただけだっつの。もう陽介はほんとクマがいないとダメなんだから。じゃあここはパパーッとクマが行ってきてあげるよ。あ、待て、なんかお前が行くと話がややこしくなる気しかしねえ。失礼な、クマはやるときはやるクマよ。皆さん、こんなところで何をやってるんですか。お前、白金、お前こそ何やってんだよ。私物をいくつか置いていたので取りに来たんですよ。そっか、事件解決したからもう帰っちゃうんだ。残念だね、もっとお話しする機会があればよかったのに。無意味に慣れ合うつもりはありませんが、まだお別れには早いかもしれませんよ。え、どういうこと。そのままの意味です。なことよりよ、お前ユウのことなんか聞いてねえか。ユウ。ああ、いつもあなた方と一緒にいる方ですか。さあ、何も聞いていませんが、何かあったんですか。いや、なんつうかさ。ん、そういえば関係あるかは分かりませんが、足立刑事が隣町の県警本部に向かったという話は聞きましたね。陽介、足立ってあの弱っちそうな刑事クマ。ああ、そうだけど、それがどうしたんだよ。あいつクマよ、先生を車で連れて行ったのは。何、マジでか。話が読めませんね。ごめんね、こっちの話だから。そうですか、では僕はこれで失礼します。またお会いしましょう。また
またお会いしましょうっつったか。んなことより今は言うだろう。おい熊吉、優が足立さんと一緒だったってマジなんだろうな。勘違いでしたじゃ済まさねえぞ。そんなこと言うわけないでしょうが、このパッチリ大きな瞳でちゃんと見たんだから。足立さんが県警本部に行ったって言ってたよね。それって優先輩もそこに連れてかれたってこと？ちょ、なんなの県警本部って。よくわかんねえけど、ヤバそうな雰囲気しかしねえぞ。どうするんすか花村先輩。どうするのよ、スケ。決まってんだろ、ユウを助けに行こうぜ。あいつは何も悪いことしてねえって、俺らが証明しねえで誰が証明してやれるっつんだ。うん、そうだね。いざとなったら助けてもらった私や幹事くんが事情を全部説明してみる。私も協力する。先輩は私の命の恩人なんだから。ああ頼む。それによ、それにもしテレビに入ったことやペルソナ使ったことが罪だってなら、それこそユウ一人が捕まるなんてありえねえ。こんな時まで一人でカッコつけさせてたまるかっての。よし、じゃあ行こう。隣町って言ってたよね。駅まで走りゃ電車で一本すね。先生、今お助けするから待っててね。